うん、やっぱりこの辺とかも、ね、面白いんですけど、これは全然これ分かんない、ね、このカメラですら映んないもんね、うんうん、ねプロだからね今回ね、実物を見てもらって、ねうん、分かってもらうっていう感じですかね、うん、なるほど、だいたい目が慣れてきた、目が慣れてきた、600が、はい、なんだっけ、J600 が丈が76センチで、それ以外は全て70センチ短くなって、それジャケットだけってことですね、はいジャケットです、はいはい、分かりました、じゃあああいう辺のなんかこの辺のやつだったらもう70なんだ、これはさっきの、はい、70の方で、はい、ポケットが普通のベーシックで、これがさっきの一つだけジップがついて、うん、はいはいはい、でこのネックのところがレザーになってるタイプが、これショーで使ってますよね、あ使ってます、すいません使ってます、これどこで見るのか、使ってか分かんない、15です、あここに書いてあるんだ、ここに15番って書いてあるのが、これは分かりやすい、15番目のトップです、なるほど、あのダウンタウンのあのアーティストとかそういうの、うん、ラスタっぽい感じの人たちが、ラスタっぽい、はい、ちょっとアフリカンな、そうちょっとビッグサイズ のカジュアルな服を着る人たちが仕事に行くときに着崩した感じでこういうスーツとか、うん、LA のそうですね、モデルもみんな白人、そうですよね、うん、なんかちょっとそうですね、きちっとしたスタイルをちょっと大きいバギースタイルで着崩したような感じで、うん、で、この辺とかもすごい、あ確かにね、すごいでかいもんね、これも一番最後の、本当だ、で、あとスウェットで、スウェットみたいな形で、この辺もすごいオーバーサイズだね、素材違いで使うんですけど、この辺も結構今回の、なるほどね、スタイルのポイントですね、みんなイタリア製なんですか今回は、 98% プロダクションが、じゃあもうベルギーの工場やめたんだ、じゃあそうですね、変わった、へえ、でディオールの、うん、ファクトリーも、あファクトリー使っててね、はい、うん、あ来た来た、かっこいいね、